あ、そうなんか、あって、あ、アフレコみたいな、アフレコみたいな感じだったね。幼稚園さん、上野原幼稚園さん、昭和幼稚園さんにお願いしてですね、約400人の園児に、絵を描いていただいて、内側から火が灯りますので、まあ、こんな声ですよ、火が浮かび上がる、そう、全然変わるよね、いう形で、やったら面白いかなと思いまして、生きれようと、ぜひたくさんの方に見ていただきたいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。マイク近い。この参加した子どもたちにもお話を伺いたいと思います。コウスケが怪しいな、こんにちは。ちょろちょろ撮ってて、ちょろちょろ撮ってますよ。幼稚園児独特の絵がみんなすごい個性的な絵で、すごい可愛らしくて良かったです。やってみてどうでしたか？少し苦労もしましたけど、本当綺麗に点灯もちゃんとできたので良かったと思います。いい思い出になりましたか？はい、なりました。ありがとうございます。あれ、間に合わないので5日の地元でお伝えしたいと思います。それではスタジオにお返しします。またじゃあ改めて放送されるんですね、はい、それは本当に可愛らしい子供たちの絵が描かれていましたね。そして会場ではあったかい豚汁が振る舞われているということです。で、豆まきは地元の生放送中には間に合わないということなんですが、5時半から節分祭始まります。お近くの方はぜひ立ち寄ってみてください。そして豆まきの様子5日の金曜日にお伝えしますので、こちらもお楽しみに。以上、節分祭直前の様子中継でお伝えしました。コマーシャルの後はお出かけなどです。かもしれないし、じゃないかもしれないし、少なくとも俺のこのビデオカメラでバッチリ収めたら、いや、コウスケってどうやってしすぎだからそうか、結局じゃあ映したのは鈴木さんとコウスケ君だけか。最近、松本清志が自宅を訪れ、ケーブルテレビ回線を光回線に。